シルバーカー荷物を乗せたベビーカーを押して歩く男性これはシルバーカーではないシルバーカーとは日本で足腰の衰えた高齢者が買い物などに使う手押し者のこと。なお、定義、分類が曖昧な故障としては、いわゆる歩行者、老人者とも呼ぶ。構造的には典型的なベビーカーと類似するが乳幼児を乗せる設計になっていなかったり、 折りたたみ機構を備えないものが市販されている。荷物専用を前提としており、ベビーカーよりサイズが小さいものや固定式のカゴを設備したものも市販されている。休憩のために小さい材質を備えたり、高齢者の安全のためにハンドブレーキを備えるものもある。この器具は歩行する高齢者の杖の代わりとして、また外出回数を減らしたい高齢者がついつい、 まとめ買いしがちな買い物で、食料品などかさばるものを入れるための買い物カゴ代わりとして利用され、また休息したりする際の椅子としても利用される。こと椅子として使用している際に不意に動いては事故に繋がるため、ロック式のブレーキが取り付けられている製品も多い。一般に、高齢者は足腰が弱ることから出不祥となりがちだが、出歩かないことでなお一層体が衰えることにも、 なりかねないまた、独居老人の場合では、望むと望まざるとにかかわらず、自分で買い物に行かなければならないため、このような歩行補助器具のニーズがある。このような製品では、生鮮食品や冷凍食品などの常温に温まってしまうと、具合の悪い食品を保温するための断熱構造を、持つものも多い一方、高齢者の行動に合わせて様々な工夫が見られる。 車輪は段差に引っかかったり、グレーチングに落ち込んだり、または踏切で溝にはまったりしないよう大きい小道のものが選択されたり、比較的ホイールベースや左右の幅が大きめに取られ、転倒しにくいようになっているなどである。また、夕暮れや夜間の外出において、自動車のドライバーから視認がしやすいよう反射材が取り付けられているなどの交通安全に配慮した製品も、 少なくない。これらは介護用品専門店やホームセンターなどで販売されており、少子高齢化の関係で成長拡大が見込まれる高齢者向け用品市場を目指した製品が様々なメーカーから発売されている。シルバーカーと似て、非なるものに四輪歩行器などがある。違いは次の通り。少子高齢化が進むにつれて販売台数が増加し、 ベビーカーメーカーや介護用品メーカー、さらには家庭向け用品の各社が参入して様々な製品が市場に流通している。ベビーカーよりも販売台数が伸びていると言われ、ベビーカーメーカーの中にはシルバーカーへ転向した企業もある。通常のシニアカーに介護保険は適用されないが、自治体によっては補助金を支給している。ベビーカーの設計を踏襲している。シルバーカーは、 あくまで自立歩行のできる人が使うものであり、足の不自由な人の歩行を補助することはできない。シルバーカーに頼って歩行した場合、わずかな段差につまずいて転倒する危険性もある。シルバーカーの安全基準を発表している財団法人製品安全協会も2010年9月の改正に伴い誤解を招く、それまでの歩行補助者からシルバーカーへと故障を変更した。 なお、歩行に補助が必要な高齢者等に対しては、シルバーカーとは似て、非なる専用の四輪歩行機が用意されている。ローレイターの例1978年に、スウェーデンのメーカーがローレイターという歩行補助車を発売。その後ジャンルとして定着し、製品の名称が普通名称化した。ブレーキや買い物カゴを搭載するなど、日本のシルバーカーとほぼ同様に進化している。 特にヨーロッパでは、ホームセンターなどで販売されるなどして普及している。ローレーターは、ISO11199 からに、2 0 0号として、規格化されている。道路交通法では、シルバーカー、四輪歩行者とも、歩行補助者等に含まれており、歩行者扱いとなる。一定の基準を満たせば、原動機をつけたものも認められており、同様に歩行者扱いとなる。 ありがとうございます。